昭和27年に建てられた児童群像というんですが、実は葛飾区というのはセルロイド工業発祥の地で、まあ、あったんですね。ここがその記念碑になってまして、セルロイドっていうのはもう日本中だけじゃなくて世界のおもちゃの材料になっていて、実はこのセルロイドによって我が国の輸出産業の半分がセルロイドのおもちゃとかそういうものだったという時代があった。その頃ここに千草実さんという人が四つ木工場をセルロイドが作ったんですよね。で今の若い人はセルロイドの人形なんていうのを知らないと思いますが、実は私の子供の頃はこんな童謡があったんです。青い目をした鬼アメリカ生まれのセルロイド。実はね、人形計画というのがあって、関東大震災でほとんど東京中の家が、まあ、焼失して、子どもたちのお人形も、その頃セルロイドの人形じゃありません、日本の市松人形、あれは市間とも読むんですが、市間人形をみんな持っていた。それが全部関東大震災で失われてしまって、子どもたちはおもちゃを持ってなかった。でそういう日本の子どもたちになんとかおもちゃ、お人形を届けたいという計画がアメリカの牧師さんを起こして、でそれを始めた時に、その渋沢栄一がよし支援しようと言って、人形計画というのが行われて、アメリカ中の有志が自分の家の人形を全部出してくれて、何万体というお人形が実は横浜神戸の港から日本に入ってきたんですよ。そのお人形が青い目をしたお人形だったんですね。でそういう、まあ、野口雨情のこれは作詞の曲なんですが、実はでもアメリカから来たのは実はセルロイドではなかったという話もあるんですが、でも私たちはみんな野口雨情の童謡を聞いて育って、そして青い目のお人形やミルクのみ人形なんて言って、寝かせると目が閉じたり、そしてミルクを飲ませたりなんていう、そんなお人形で遊んでた覚えがあるんですが、だからセルロイドっていうのはとっても身近な存在だったんですね。それがこの四つ木に工場ができて発祥の地であって、葛飾区というのはそういう日本の輸出の総額の中の半分を占めるほどの業績を残してたんだなっていうことを今日この四つ木で知りました。大変有意義な一日だったと思います。皆さんももし四つ木に来たら、ぜひこのセルロイド工業発祥の記念碑のところにも出かけてみてはいかがでしょうか。今日はたくさんの子どもたちがやっぱり親子連れで遊びに来てます。自転車もいっぱい止めてあります。今の子どもたちはたくさんのおもちゃいっぱい持ってますよね。私たちの子どもの頃は戦後で何にも本当おもちゃなんてなくて、その青い目のお人形もらって買ってもらった時は本当に嬉しかったですけど、ほとんどは父親が新聞紙で兜を作ってくれたり、マッチ箱、今マッチなんてあんまり使わないでしょうけど、マッチ箱で家を作ってくれたりっていう、何かあるものをおもちゃにしてたんですよね。多分今の子どもたちも発想力を、想像力を豊かにするためにはあんまり買い与えたおもちゃよりも身近にあるもので遊ぶっていうことをやる、そういうことを覚える方が、なんていうのかな、生存能力を高めるかもしれませんよね。